お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、まあ、シーズン終わったんでね、終わって、まあ、宝箱開けつつ、まあ、シーズン振り返る&、まあ、今後のデッキを紹介したいなと思います。というわけで、まあ、とりあえずね、宝箱で6500ですね。僕は65までしか行けませんでしたね、今季。まあ、全然なんか、言い訳っちゃ言い訳になるんですけど、そこまでやれてないっていうのもあるんですけど、まあ、やっぱなかなか勝てませんでしたね、今季なんか。なんだろう。普通にもうレベルが上がって勝てないっていう状況になりつつありましたね。ちょっと焦ってるぐらいやばいですね。で、これは美味しい。ケンツ飯があれですね。グローバル6位フィニッシュはすごいですね。僕の、まあ、結構まあ1年くらい前なんですけど、僕のベストが7位だったんですけど、ケンツがあれですね。フィニッシュ。多分ここで見えますね。フィニッシュ6位。やりますね。日本で一番でフィニッシュの世界6位。いやー、でも早速なんか新型クロスみたいなの使ってますけど、そう、ボムタワーが新環境あれですね。ボムタワーがまあ強くなって、あとはクロスも強くなったっていうので、まあボムタワークロスとかがまたね入るんじゃないかと思いますけど、僕はクロス使えないんでね、はい、クロスはまあケンツとか焼き鳥とかのチャンネルを見てもらえればいいかなと思います。で、僕はですね、もうこのスキャラデッキをはい、紹介したいと思います。で、このデッキなんですけど、前、このロリババの中、ウッドでね、まあ、ロリババが出てない時かな、ウッドとかでやってたんですけど、で、前にも多分一回動画に出したことあるかなと思うんですけど、で、今回は、バーバリアンが、気持ち情報、バーバリアンだけだとしたら、下方なんですけど、HP が 13% ダウンで下方なんですけど、このバーバリアンは4体から5体ね、なったんで、まあ、バーバリアン自体は、このカード自体は強化ですね。まあ、それ以外の単体のババコアとか、ロリババは顔もなっちゃうんですけど、で、これ元々あったわけで、本当にこのキョスケバーブリアンホグスケラか、スケラっていうのはあったんですよね。で、結構、海外の人もグローバルトップに行くぐらい結構強かった駅なんですけど、それをね、久しぶりに紹介したいなと思います。で、ウッド型でやったんですけど、なんか結局、その、クロスが、ちょっと苦しかった。別に勝てないことはないんですけど、なんかやっぱり、なんだろうな、クロスを直接壊せるものがないんで、で、まあ、ウッドをやっぱロリババに変えて、はい、やりたいと思いますね。なんで、まあ、クロスがちょいと流行るかな。ちょいと流行るけど、なんだろう、あとなんだろう。なんか、そこ以外はそんなにマジで変化ないと思いますね。ロリババ加法でクロス美味しい。そしてクロスがなぜか情報っていうね、まあ、事件ですね。それぐらいかな。あとはボムタワーが強化。何があったかな、何かあったっけっていうレベル。本当に何かあったっけレベルなんですけど。これは守るでしょ。これゴレ、いや、ダクネいうの。わかんないですね。とりあえず、結構何が、え、これの毒が強いのっていうのが、なんか相手はポイズン、やっぱポイズンをその防衛で使いたいわけなんですね。基本的に相手は。なんですけど、こっちは五分小屋があるんで、五分小屋にもポイズン打ちたい。で、バーバリアンもあるんで、バーバリアンにもポイズン打ちたいっていう。めったらファイボとかポイズン枯渇みたいな感じですね。で、もともとヤナムウッドだったんですけど、まあ、30式来たらまあファイボ打って、ファイボじゃないわ、キョスケの爆破でどうにかするんで、で、ここでまあガガとか来たらヤナメがあるんでね、ここでもう無双ですね。これ多分全入りする。落ちましたね。落ちて、美味しい。これはもう、ロリババでいいかな。ロリババで守って、またゴブゴヤ立てておけば、すごい余裕かなと思います。オッケー。いや、マジでこのデッキ、本当にずっと前に海外の人から僕がパクって温存してるだけのデッキなんですけど、なんかね、なんかわかんないけど意外と強いんですよね。相手だってゴブゴヤにもポイズン打てないんですよね。打っちゃうとキョスケスケラされて、なんかガゴとか、なんかギャングとか持ってても絶対入るんで、で、ホバリングとかだけだと絶対防衛を完封っていうのはできないんでね。よいしょ。で、ここは一回落ち着いて、やりゴブで、このビビドラ許容ですね。で、これで穴雨で、まあ、ビビドラにダメージ与えつつ、スケラで防衛。押していくと、これゴブが溜まりいいので、また相手はバーブリアンも処理が難しいっていうので、これ一回防衛ですね。やば。ここなんか5体っていうのが違和感しかないですね。マジ、違和感しかない。で、ここはもう、なんかいいかなーって感じで。ああ、メガナイトいたっすね。で、ここのスケラはちょっとやんちゃしすぎましたけど、まあ言うほど、多分怖くはない気がしたけど、やばいかも。まあまあまあ、両サイ削らすのは全然大丈夫ですね。
で、ここはもうバーバリアンで守ります。バーバリアンも5体になったから、このスケラーのダメージを全部ぐらい多分受けれるんですよね。あの内側に出ない限り。やばい、待って。やばい。あー、待って、最悪。やばい。調子乗った。ちょっとすいません。まあけど、さすがにね。さすがにね、もう負けないですね。よいしょ。はい。というわけで、またゆっくり後ろから組んでいきの、まあ、スケラー打って、かな。で、大丈夫だと、さすがに大丈夫だと思うんですけどね。さすがにね。マジで。ここも、バーバリアンで後ろから殴ります。で、まあ、ヤリゴブリンがいるんで、スケラーはそこまで焦って防衛しなくても大丈夫ですね。で、またこれ、同じような話で、ゴブガが無限に溜まる。はい。というわけで、これはもう、あとは時間との勝負ですね。時間経てば僕の勝ちは決まるんで、またゆっくりしていく感じですね。で、あれなんですよね。昨日、この動画が上がってる前日に、彼女とのコラボ動画を久しぶりにね、まあ、ちゃんとした、まあ、コラボ動画っていうものを上げたんですけど、びっくりしたのが、めちゃくちゃ再生がついたんですよね。なんか、僕普段、普通に一人で結構、その生盛りとか、結構、ちゃんとしたね、自分の中ですごいちゃんとした動画を上げて頑張ってるんですけど、なんか、そういうものよりもなんか彼女がついただけで急にこの再生つく感じがちょっと僕は辛かったですね。なんか、え？ってなんかめちゃくちゃ伸びたんですよ。で、しかもなんか高評価もめちゃくちゃ教えてもらいましたし、まあその分ね、なんか低評価もそれついたんですけど、なんか普段の動画との差がえげつなかったですね。彼女、そのね、彼女パワーやばって思いましたね、マジで。すごかった、すごいぐらい。なんでね、まだ彼女とのその動画見てないから、ぜひぜひ見てほしいんですけど、いやーってな感じで、これは、そう、あの、彼女とね、ユニバに行ったんですよね。そう、で、ユニバで、あれですね、声をかけられましたね。まさかの、さすがになんか、気づかれないと思ったんですけど、二人ぐらい。あつさんですかって応援してますって、なんか一人の人は話しかけてくれたんですけど、一瞬で去っていきましたね、なんか。で、もう一人の人とはまあ、ちょっと集団だったかな。まあまあまあ、そんな感じのこともありーのっていうわけで、ちょっとやばいですね、なんか。バーバリアンが相手のメガナイトがマジでしんどいっていうことに気づきましたね。うん、ちょっとやばいかな。え？これワンチャン負けるよね、マジで。さ、ワンチャン負けるよね。え？ワンチャン負けたく、臭くない？いや、まだ参るな。おら！オッケーオッケー、これ耐えた。で、相手スペルないでしょ。危ねえ！さすがにこれで負けてたらマジで泣いてた。マジで泣いてた。でもこれメガナイト受けされる？オッケーオッケーオッケー。オッケー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 ！危な！さすがに危ないですね。これ負けてたらちょっとビビったわ。危な！価値格ぐらいだと思ってたけど、まあ、メガナイトが意外とバーバリアン5体っていうのものにめちゃくちゃ刺さったっすね。で、ゴブガはどうなんだろうな。最近マジで見ないですけど、まあ、ババコヤが入りすぎてたっていうのはあると思うんですけど、なんかやっぱババコヤがまた加工されたんで、まあ、今度はゴブガの時代かなと思いますね。なんか結構ゴブガとババコヤって両方のデッキが生きてる環境ってあんまないんですよね。どっちかが、ゴブガが流行ってる時はゴブガで、前回みたいな最近だとずっとババガが流行ってたんで、今度はまたゴブガ環境になるんじゃないかなと思いますね。まあわかんないですけど。まあ普通にクロスに対してきついかな。でも、まあ悪いわけじゃないと思うんですけど。とりあえずクロス系が流行ると思うんですけどね。か、ボムタワー入りのディガポイですかね。クロスメタで。よくわかんないな。とりあえずクロスが最強。で、スケラ自体はクロスにそこまで相性は良くないんですけど、まあ、巨スケいるんでなんとかっていうのはありますね。なんで、なんだろうな。クロスですからね。クロスの弱点はジャイディガってよく聞きますけど。ジャイサンスペ。ジャイディガ。やば、エリポン？これじゃあの、やっちゃうかもしれない。これ攻めすぎて、一気に防衛されて宿取られるかもしれないんですけど、もうゴレですね、相手。おいしい。ダメージしっかり入ってくれ。オッケー。これ落ちるくね？あ、落ちやしないか。
まあまあ、でもこれちょっと許容ゲーミングかな、これ順番逆だったな。まあいいや、オッケー。でエリポン1個立っちゃってるのがやばいかな、やばいかな、やばい気がしてきましたけど、まあ、ゴレイコールポイズンかライトニングなんで、ポイズンだったらちょっと怖いですね。けどライトニングとかだったらめちゃくちゃ美味しいですね。僕のバーボリアンが、あー20分しかない、僕のバーボリアンが無双します。アンドここでゴレ展開来たらキョスケスケラして右側のあのエリポン壊したいんですよね。今からでも行くべきだと思うんですよね僕は。いやこれでやりゴブでいいや、これやりゴブで地味にこの、あーザップ、いやいいや、でもここでバーバリアン防衛でもう多分バーバリアン溶けるでしょこれ。でもこれゴレが溶けてくれるんで、はい、いやいいよ、いい働き、いい働きですね。でもここの追加ランバーがそうちょっとやばいかも。そうランバーが強いんすよね、いつまでだってもマジで。あーいい取るね、いい攻め取るねですけど危ないっすね。でここのエリアドがマジやばい。この瞬間相手ゴレ来た瞬間に逆サイ攻めてこっち落としたい。でも今ザップ使ったよね、ザップ使ったからこの辺やりこぶしんどいで、ここのゴレをサンクラ取られないようにだけ防衛したいですね。相手はそうサンクラだけしっかり防衛したいですね。これも後ろから溶かそうかな。でこれ右も一応気をつけないと一気に持ってかれるんで、オッケーオッケー、気持ち大丈夫。あー待って、やばいやばい、さてやばい、え待って待って待って、やばい、あー待って、それは違う、いや300なんで追いつける、気持ち追いつける、気持ち追いつけるけど、いやーきついか、いや無理だな、これ無理だな、いやーマジか、エリポンゴレか、エリポンゴレは知らないな。でもそんなおられる、まあ、しゃーないですね、まあ、しゃーない、なんかきつかった、なんだろうな、なんかカエルとかあるから、まあ、ヤナアメが腐ったっていうのはあるんで、まあ、しょうがない感もありますけどね。でも普通にこのデッキ全然ありだと思うんでね、マジで一回よければはい、使ってみてくださいっていう感じで、まあ今日は終わりかな。まあ近々っていうか普通にやっぱ新環境になったんで、なんかアウトローとかギャングとかのコウモリとかの出る順番みたいなのが出たらしくて、それによってなんかアウトローガールが先行しちゃうみたいなことが今あるらしいんでね、その辺もまた具体的に分かればいいかなと思いますし、いろいろ良さげなデッキを紹介していこうと思うんで、はい、ぜひぜひよければね、今後も動画を見てもらえたらいいなと思います。というわけで、はい、本日は終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。